はい、オールホワイトのレイです。上半期で、エアグループ1番を取らせていただいたんですけども、もちろん姫様のおかげあっての、1位なので、本当に姫様たちありがとうございます。そして同じグループのホスト皆様、僕も1億超えてるんですけど、皆さんまだ1億超えてないと思うので、年間通して戦いたかったなと思ってるんですけど、頑張ってください。皆さん待ってます。自分がモンスターだと思う強みは全てにおいて多分モンスターだと思うので、ホストだったら結果で証明してなんぼなんで、結果が全てだと思うんで見てください。僕の今年で注目してほしいところは、まずはエアグループ初の2ヶ月で1億突破したことを年間通してやっぱ見てほしい部分は、エアグループのホストをライバル視するんじゃなくて、グループのホストさん、有名ホストさんをライバル視して高め合っていけたらいいなと思うので、エアグループは見てないので、他グループの売れっ子のホストさんを意識して今年は頑張っていくので見ててください。オールブラック桜木春です。上半期は、ちょっとヒーローズでそこまでがっつり上げられなかったんですけど、上半期の最後の締め見て2000万上げることができて、上半期2位っていう結果だったんですけど、レイクがちょっと強すぎて1位じゃないんでね、悔しいんですけど、2位になれたことは嬉しかったです。自分が強いというよりかは、なんか自分のことをホストっていうより、ちゃんと人間として向き合ってくれた女の子が一緒に戦ってくれるじゃないですけど、桜木春としても応援してくれるし、一番嬉しいのは、その本名の自分に価値を感じてくれることが強いというか、18からエアグループ入らせてもらって、6年、1億売らせてもらってる理由にもつながると思うんですけど、そこに自信があります、自分の中に。もともと今年の年間を一回も意識したことがなくて、今、上半期が、グループで2位ということで、下半期もホストの桜木春にとって悔いのないように最後まであと半年間走りたいと思います。レイアップ形成です。上半期副業金額にしたんですけど3位だったんで嬉しかったです。今年注目しておいてほしいのは、4年連続記録を達成したいので、ぜひ見ててください。下半期の目標は自分もそうですけど、レイアップから1人でも多くナンバーに入れたいと思います。頑張ります。オールホワイトのレイです。上半期お疲れ様でした。賭けがなくなってからホストとして頑張って結果がついてくれて、8月にちょっと頑張らせてもらって、トップ10以内に入れるとは思ってなかったですので、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今年注目してほしい部分は、来月が、バースデーイベント26歳になるんで、26歳で、自己記録を更新できたらいいなと思ってるんで、こう注目していただけたら嬉しいです。下半期は、自分なりに頑張るので1億いけるように頑張ります。自分がモンスターだなって思う部分は、圧倒的顧客数と顔です。多分そんな気がします。はい、今年注目してほしい部分は、12月前には1億います。下半期は今まで通り1000万のアベレージでいけたらなって、あと指名100本ですね。オールブラックのエルです。去年は指名本数でグループ1番だったんですけど、今年は売り上げを頑張ろうと思って年にしたくて、また宮城はドラゴンズカップを無事優勝もできて、6月のヒーローズも3位という、結果に終われたんで、イベントがね本当に苦手な自分だったんですけど、今年は克服をしようと思って頑張ったんで、12月のね、ドリームライトもありますけど、まずは上半期無事にイベントを終えてもらおうと思います。下半期の意気込みはドリームナイト成功したいなと思ってるんで、はい、ここも注目していただけたら嬉しいなと思います。自分の、下半期にバースデーもあるんで、そこも踏まえて、見てもらえたらなと思います。アートの代表取締役アイムです。上半期の感想は、僕も頑張りました。誰よりも楽しいネタだと思うんで、下半期も楽しみたいと思います。今年は下半期、誰よりもお酒を飲んで酔っ払ってると思うので注目していただきたいです。誰よりも楽しみます。今年は年間1億を目指して頑張ります。自分の強みは、世の中で僕が一番注目するそれだけです。今年は、人をちょっと育成にプロデュースすることに力を入れようと思っているので、そこ見ててほしいですね。自分の SNS とかも、自分メインというよりはみんなの未成年ってことで、見てる子は全然その、個人じゃないんで、前だとより違うから。僕の強みということで、ホストもそうだし、何か取り組んだときに、絶対結果出るまで諦めずにやりきるっていうことだったりとか、自分がやるって決めたことを正しかったなと思えるまで努力することができるので、それが楽しいと思ってやれるので、ホスト
向いてるし、他の人に負けないっていうかなと思います。下半期は、もちろん福岡で、エアピアで芝居のやることと、しっかり年間で1億いって壇上に立って福岡のエアピアの期待を背負って、しっかり福岡でもホストは売れるんだよっていうのを全部で、ね、僕が証明してみせるんで、下半期楽しみにしてください。ダラの天月美濃です。うちにいた代表だったりとか、その人たちが辞めてからうちのお店に1億円プレイヤーっていうのがいなくなっちゃって、その中で、まあ、上半期とかグループナンバー入れる人間とかもあんまりいなかったんで、僕が頑張らないかなと思ってやってきたんで、上半期10位に入れたっていうのは、まあ、すごく大きいかなと。店にとっても大きいし、僕自身にとってもすごい大きいことかなって思ってます。そして初めて上半期の壇上に上がって、年間1億って部分を目指してやってるんで、まあ、年間1億売ってまた年間のナンバーでもグループナンバー入れたらいいかなって思ってます。もう1000万プレイヤーとかは歌舞伎町にゴロゴロいるんで、1億売りたいです。